DCC。 出口愛です。19歳です。大学で服のことを勉強してます。靴はコンバーサートが古着屋で買ったスカート、このバッグがコーチのハンドバッグです。ミューラルのキャミで、これも古着のブラウスで、カーディガンがギャップのカーディガンです。ネックレスがビビアンのネックレス、ビビアンウエストウッドが好きです。ナナっていう漫画が好きで、それにめちゃくちゃ出てきて、そこから興味を持っていろいろ調べ始めました。マカロニえんぴつのブルーベリーナイトが、なんか高校の友達とめちゃくちゃ歌います。アバウトタイム。漫画のナナが好きで、そこからそれを書いてる矢沢愛さんから本当に影響を受けて、あのご近所物語とか、もう服飾関係の話なんですけど、その主人公とかにめちゃくちゃ影響、髪長い人とか、あとやっぱなんか個性を持ってる人とかはいいなって思います。私の行ってる学校ではそんなになんか服を作るとか文化みたいに個性みたいな感じの場所ではないんですけど、なんか私は小さい頃から裁縫を自分でやってたので、なんか作る技術とかに関してはなんかそんな初めて知るみたいなことはあんまないんですけど、でもなんかラグジュアリーブランドの勉強とか、なんか企画するときのその裏側とかのやり方とかを知れるから、自分だけの力じゃ多分分かんなかったことは分かれるから、そういう面ではすごい勉強になるなって思います。服がなかったらなんか表現するものがないかなって。服かな、出口愛っていう、なんかその人もそうだし、自分が作った服とかもだけど、をなんか知ってもらえるような人になりたいなって思います。概要欄にインスタグラムがあるので、ぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。